も皆さんこんにちは。イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。レトロなミニ四駆第12弾はこちらのタミヤザ・ホーネット・ジュニアを作成走行させたいと思います。こちらのザ・ホーネット・ジュニアはですね、発売が1986年のものになります。だいぶ古いですが、まあ、ホーネットタミヤの代表的なマシンじゃないでしょうか。私もね、ラジコンをホーネットのラジコンを作りましたが、大人になってからこのバギーの良さに気づくというね、はい、この色合いと形ともにかっこいいんじゃないでしょうか。それでは早速作っていきます。はい、それではパーツの方は全て取り終えましたので、いつも通り、ステッカーから貼っていきたいと思います。シールは貼り終えました。やっぱり渋いですね。色合いといい、形といい。じゃあそれでは写真の方行きたいと思います。さあ、完成しましたよー。ホーネットジュニア、かっこいいですねー。これはちょっと、この色、オレンジと黒を組み合わせるところがちょっとね、ググッときますよね、この色合い。さあ、それでは早速ノーマルで走らせてみます。1回目ドノーマルで走って、10秒04かな。で2回目は、このローラーをつけました。ローラーをつけて9秒39でした。ちょっとタイム的に物足りないんで、このアトミックチューンモーターなるものをちょっとつけてみたいと思います。それじゃあつけてます。いい、早いですね。いただきます。全ての走行が終わりました。結局ですね、7秒98。アトミックチューンモーターをつけて7秒98でした。まあ、こんなもんでしょう。オフロードですからね。そもそも。そもそもレース用じゃないんで、こんなもんなんでしょう。いやー、しかしかっこええなー。ドノーマルではもう10秒っていうね、全く話にならない感じでしたが、まあ、速さじゃないんですよ。効率はね、こうやって語っておくのが一番でしょう。そして、やっぱりタミヤといえばやっぱり作りやすい。本当にね、タミヤは作りやすい。簡単で作りやすいっていうのがやっぱり一番だと思います。さあ、次はですね、一周回ってタミヤに戻ってきましたので、またここからね、違うメーカーの、レトロなミニ四駆番外編、作っていきたいと思います。それでは、また、さよなら。